松平慶林は、江戸時代後期の大名。三坂国津山藩九代藩主。家には、西四し下、左小野江中条、三河守。後津山千藩寺。文政十年うるう六月五日、七代藩主、松平成高の四、男として誕生。陽名は、龍二郎、恩之助、淵之進署名は、有林。高下四年九月。 八代藩主、松平正民の養子となる。同年十二月一日、十二代将軍、徳川家吉におまみする。海元年一月二十三日、十四以上、左少将、三河守に除任される。あと正四位した、左中将にまで昇進する。安政二年五月三日、正民の隠居により、家督を相続する。文久三年、 国事終戦の内直を受け上京し朝廷と幕府との朝廷にあたり、8月18日の政変以降は、藩内の尊能上位派の排斥を行った。明治2年6月、藩籍奉還により、津山地藩時に任ぜられる。明治4年7月15日、廃藩地権により免職となる。同年7月26日、45歳で死去。法法は親友、新湯。墓所は、 岡山県津山市、八コの愛山松平家墓所の愛山寮しかし、明治政府には死亡を隠し、公的には以下のように届け出た。その後、甲治は明治11年に没し甲治の弟松、平公民が津山松平家の家督を相続した。ありがとうございます。